新年明けましておめでとうございます。お疲れ様でございます。今年のドル円の相場の方なんですけども、おおむね円高の方向に振れるんではないかなというふうにマーケットでは見られてますね。つまり150円の方向ではなくて130円の方向に行くって感じになります。ドル円のチャートで見ると下の方に行く、つまりセルを主体で仕掛けていくってことになるかなっていうところが1年間のおおよその見方ですよね。まあその原因の一つ二つを今日挙げていこうと思いますけども、一つは日銀の植田総裁が、金利を上げていく方向にね、持っていくんじゃないかな、マイナス金利をそろそろ終わっていくんじゃないかなって見方がかなり強いんですよ。ただ、その反面、まあアメリカのね、FRB、パウエル議長は、2024年は、利上げの方をね、そろそろやめていくよっていう形なんで、まあ日銀の方が動かなくても、実はね、円高の方向に行くのは、まあ、自明の理なのかなっていうところです。これに加えて、日銀の方で、マイナス金利を撤廃してしまうと、ものすごい速度で、これはね、円高の方向に行って、あっという間に130円から120円っていうふうに移ってしまって、結果、輸入や輸出を取り扱う日本企業っていうのはね、大きなダメージを受けること、経済の混乱が予想されるっていうことで、おそらく日銀のマイナス金利解除っていうのは、年明け早々になるというよりも、かなり様子を見て、この年の後半の方にまでなってくるんじゃないかなと思います。しかし、アメリカの方の利上げってのはもう終わる、発表がもう完全されてますんで、これからどんどんね、利下げの方向に入ると思うんですよ。で、そうなってくると、もしかしたらバランスのいい、円高円安の方で推移するかなっていうところもあるんですが、その他の経済状態や国際情勢に合わせて、もしかしたら、これはですね、また、円安の方向に行くことも、なくはないかなってところです。ただ、概ねは円高の方向に行くと思ってよろしいんじゃないかなってところですよね。円高の方向に向かえば日銀はマイナス金利を解除しませんし、もし円高の進みが悪ければね、その時は改めてマイナス金利を決断するものと思われます。はい、ではね、動画 URL 欄に、今回参考になったニュースの映像をお付けしておきますので、よろしかったらそちらの方をご覧ください。ちなみに日本国内各地では、なんか賃金がね、かなり上げられてるみたいですね。イオンも全パートさん、7%の賃上げをするそうです。賃上げをすると、それによって法人税が引き下げられるということなんで、これまたね、大企業有利な政策転換になってくるのかなと思います。ますます中小企業以下零細っていうのは苦しい状況に置かれて、本当にニッチもサッチもいかないようなね、二極化が加速する一年になるんじゃないかなと思います。今回もご覧いただきましてありがとうございました。それでは今年も頑張っていきましょう。お疲れ様です。